DIY で太陽光発電のバッテリーや自動車のサブバッテリーにはリン酸鉄リチウムイオン電池がおすすめです。私はネットで部品を購入し、ソーラー発電システムを DIY し運営してきました。もうじき8年になります。鉛バッテリーもそろそろ弱ってきたので、次はリン酸鉄リチウムイオンバッテリーと考えています。ちょうど私のブログの方にリン酸鉄リチウムイオンバッテリーの商品提供がありましたので、今回は YouTube でも紹介します。商品はリタイム 24V 100Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリーです。重いバッテリーがどうやって配送されてくるのか気になりました。私が以前、鉛バッテリーを6個ネットで買った時は、1つ 35kg ありましたので、合計 210kg ありました。その時は、私の荷物だけを積んだ大きなトラックで配送されてきました。今回は1つが 24kg、同じ容量の鉛バッテリーと比較すると、重さは約3分の1になります。いつもの宅配業者から普通に配送されてきました。丁寧に梱包されています。ネットで販売されているリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは中国製がほとんど。製品マニュアルは日本語。マニュアルだけでなく、初心者向けの操作ガイド、使用した感想やホームページにある質問コーナーを紹介したもの、オリジナルなシール、生活と探求と題した製品一覧やカスタマーサービスなどの紹介冊子です。いろんな製品が準備されているようです。問い合わせをするときのメール番号。相談がメールでできますね。ターミナルボルト。リチウムイオン電池はいろいろな種類があります。その中でも安全性が高いバッテリーと言われています。製品マニュアルを少し見てみます。バッテリーの電源のつなぎ目のターミナルボルトは M8、8mm が4つ付属しています。2つ余ります。予備にします。鉛バッテリーにあった充電モードに吸収充電やフロート充電がありません。均等化充電も必要ありません。バッテリーの充電時の特性は鉛バッテリーに比べるとシンプル。ソーラーパネルの大きさはこのバッテリーの推奨は600ワット以下です。バッテリーの充電容量が何パーセントかわかる簡易表です。送られてきたバッテリーの電圧を測定してみます。
26.3V ぐらい。この表からは 60% ぐらいです。バッテリーの数を増やして容量を多くする方法が詳しく書いています。これはわかりやすいです。インバータの設定については、このバッテリー独自の特性に合わせないといけません。このバッテリーの推奨するパラメーターに設定できるインバーターを選ばないといけません。私が今使用しているインバーターは対応していません。次は実際にこのバッテリーを使ってソーラー発電システムを DIY していきます。